デザインに関するアイデア出しはこっちから提案をして、でそれでクライアントさんの方が「あ、これいいですね」っていうなんかこうキャッチボールみたいな感じで、それでやらせていただいてますね。まあ、個人的な、 なんか趣味というよりはその、まあニムロデっていうキャラクターをなんかこうから直感的にイメージできる部分で、その自分がその中から提案できるバリエーションをなるべくいろんな部分で見ていただいて、で先方のイメージにどれが合うかなっていうので、そのなんだろうな、まあ、自分の趣味というよりはこのあえてこういうのどうですかねっていうので結構提示してるイメージがあるので、そうですね、まあシャーマンっていうよりは多分バイキングと甲冑あたりの要素が多分最終的な決定項には反映されてるかなという感じ。